漫画マンが語ります。今回紹介する漫画は梶龍介の義、広金健志先生の作品です。連載期間は1991年から98年、ミスターマガジンで連載されていたようです。この後語っていきますが、コメント欄は私のトーク内容と関係なくてもいいので、作品への思いなども書き込んでみてください。ではいきます。梶龍介の義はアラフォーサラリーマンの主人公が政治家、国会議員になって日本をより良くするために奮闘する物語です。全20巻、マガジンの公式スマホアプリで全話読みました。課長島耕作の広金先生らしく、女性や愛人が各所でキーになります。これは気に入らない人は気に入らないでしょうが、これだけ連発されると実際もそうなのかなという疑問をしてきますね。つまり私は出世コースのサラリーマンや政治家について詳しくないので、私より経験値もあり取材もしているであろう先生が描くということはリアルなのかもと。内容について、政治家の大物だった父の死が暗殺なのではという序盤はスリリングで読ませます。ただそれ以降は他政党であったり同一政党であったり、そこの争い方っていうのはそれなりに勉強にもなるし面白いんですが、それなり止まりというか、学生時代からの仲間や政治家になってからのライバルや先輩など味のあるキャラクターは多数登場するんですが、他はですね、広金先生らしく保守論客がよく言っているようなことをフィクションの事件を発生させて描くので、ネトウヨは楽しめると思います。私は極左でも極右でもないので、その通りだとも思いませんし、かといって絶対的に間違ってるとも思いません。様々な出来事が複合的に絡み合って絶妙なバランスで現状があると考えているので、さてそんなこんなで最終的な終わり方に関しては落ち着くところに落ち着く感じです。綺麗な終わり方とも言えますが、ここからだろうとも言えます。政治漫画の入門として、また自分はネトウヨであるという方におすすめです。梶龍介の義、チェックしてみてください。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。